今日はすごく楽しみ。時坂君が一緒にいてくれるって思うと安心して外に出られるよ。俺が一人だったらって思うとやっぱり怖いから。見て時坂くん、お守りが売ってる。いろんな色があって可愛いね。特にこれとか。意識したことなかったな。変な意味じゃないんだよ。でも男の子とこういうところに来るのは初めてだから、なんていうか、
厳しいよね。でもだからこそ最終日の今日は目いっぱい楽しまなきゃ損だよね。うんうん、じゃあまずはここのお団子を全種類制覇しないといけないよね。これくらいは大丈夫。食べたうちに入らないよ。深呼吸をしたの久しぶりだもん。家の中にいると不安は少し和らぐけど、やっぱり息が詰まっちゃうから。うん、ありがとう。すごく気が楽になった。これなら新学期からの学園にも通えそうだよ。おお、いたいた。こんなところにいたのかい。冴えない顔だね。修行はつまらないかい。うん、だってうまくいかないんだもん。そうかいそうかい。でもね、うまく。どうして。最初自分で転んだことがあると、転んだお友達に優しくできるだろう。そうすれば、そうしてみんなが失敗したり転んだりしながら走った方が楽しいじゃないか。じゃあうまくいかない方がいいの。そうは言ってないさ。ただうまくいかない。よくわかんない。でもつまん、やれやれ。そんなにほっぺを膨らませてるとおまんじゅうになっちまうよ。いいもん、おまんじゅう。おやおや、強情だね。じゃあこれをあげようか。これはね、魔法の鏡だよ。気持ちが浮ついたり逆に落ち込んだり、そんな時はそれで、次はこの魔法の鏡で自分の笑顔を見てごらん。心、笑顔、いい感じだね。でももっとにっこり笑ってごらん。今まであった嬉しかったことと、これからまずは自分が笑顔でいられること、その次は周りに笑顔を広げていけること、将来は